最近 USB メモリでデータを送れること多くなりました。でも私パソコン持ってないんだよ。しかもパソコンなんか買う気ない。スマホで読めたらいいな。専用のケーブルあります。でもそんなもんをわざわざ買いたくない。その時にこういう複合機があると便利ですね。私エプソンの複合機です。この USB メモリを複合機に挿します。挿して認識されました。 iPhone などのスマホからエプソン iPrint を立ち上げます。iPhone の中の写真を USB メモリーに書き込む。 USB メモリーの中の写真を iPhone に取り込む。そういうことができますね。パソコンなしで USB メモリーのデータにアクセスできる。もうパソコン無理して買わなくていいと思いますね。このくらいのことをパソコンなしでできてしまいます。